こんにちは。今日の日立店はちょっと何かざわざわしております。何をしているのか見に行きたいと思います。イエイガガウ。今日は朝からですね、先日成人式が行われた着物のが戻ってきたのでかけております。はい、こんにちは。メガネです。今日はないです。あー、本当ですね。はい、じゃあメガネにとって成人式とは一言でどうぞ。3、2、1、ドン。お客様へのプレゼントでした。ありがとうございました。さよなら。メガネには、あ、黒川さんと松岡さんが映っておりますね。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。じゃあお二人にとって成人式とはお一言でください。3、2、1、ドン。大人になるための明日への糧だと思います。はい、じゃあ黒川さん、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。大人になるため一緒なのという感じで、お着物がいっぱい戻ってきました。はい、こんにちは、ドゥさん。はい、じゃあドゥさんにとって夜ご飯を作るということはどういうことでしょう。一言でください。3、2、1、ドン。釣り、ゲーム。はいはい、倉川さん笑っております。あちらで黙々作業をしているのは中島ゆかさんです。こんにちは。今日はブルーのお洋服で素晴らしい色ですね。ありがとうございます。はい、じゃあ中島さんにとってジェジュンとは。3、2、1、どうぞ。あー、そうですね。はい、ということで、お着物がいっぱい戻ってきましたので、皆さんぜひ衣装合わせに来てください。バイバイ。バイバイ。まいちゃん、ちゃんと見てくれる？バイバイ。はーい。